ちょ、次はちょっと分隊の中に入って頑張って動いてみっか。いや、さっきと同じ場所か。まあいいや。で、もっとなんかこう、ここリーブして、アルファ、ブラボー、ブラボーとかここら辺に入ってみ、チャーリーとか。こういうとこに入ってみっか。人がいっぱいいる分隊に。あ、ブラボーに入ってみっか、じゃあ。ジョイン。よし。いた、ブラボー分隊で、エンジニアアサルト、とりあえずアサルトで行くか、うん、で、せっかくだからこれじゃなくて、この生き返らせるってやつにして頑張ってみるか。よし、武器はまあ AN。 よし、で、分隊はみんな今何してる？結構バラバラに動いてんだね。さてと、とりあえず隊長についておけばいいのかな。 AB あたりを守ればいいのかな。ここら辺に行けばいいのかな。後ろを追わせてくれ。上手い人なのかどうかわからんが、ありがとう。なんか、あれ？なんか俺持ってる武器がいきなり変わったぞ。なんだこれ。こんな武器持ってたか俺。なんか持ってる武器がいきなり。まずは分隊についていくか。分隊どの人がうまいかっていうのをちょっと、あー、このみどりさん、ようこさんがまあ結構活躍してる。この人たちについていけばいいかな。つか5つ、結構みんなバラバラだな。隊長についていくか。スナイパー系の人かな、この人。ええ、止まったんじゃないかな。いや、もう行ってるな、一応。
応後ろはお願いになってきます。D を取りたいのか隊長。隊長がいなくなった。これで目離したらすぐいなくなっちゃう。あれ？隊長。あ、いたいたいた。隊長一人で行き過ぎだろ。俺しか分隊ついてきてる人いない。敵のヘリがこっち来てます。隊長大丈夫か、この隊長一人で行き過ぎじゃない。まあでもすげえヘリを撃ち落としてる。さすが隊長だ。来てるぞ隊長。綺麗だね景色。すごい撃たれてる戦車。隊長待って、マック。隊長突っ込みすぎだろこれ。一人だぞ。ここは俺にお任せを。アサルト系は俺に。うわー隊長、隊長回復を。あれ二人で行くの絶対無理だって。なんでこの人はこれ。ああ、隊長大丈夫。隊長これはどう考えてももっと他の人たちと一緒に行動した方がいいって。隊長の命令は絶対だからついていくしかない。さあ、いるいるいる隊長。隊長、隊長、隊長だから無理だって。こいつについてくるのもやめた俺は。他の人についてこう。これはどう考えても無理だって。あ、やっぱここの辺の人たち。ようこさん、確か緑さんがすごい強い。ようこさん、え、ようこさん、ようこさん受け取って。ようこさん、ここにみんな集まってるぞ。よし、流れはお、いいじゃないか、いいじゃないか。帰ってみたら集まる。まず今お届けを。バーでもまだこっちの方がポイント稼げるな、一人でやるよ。みんな うわ、だから戦車は無理だって。基本的に俺回復系しか持ってない。何も機関銃とかついてないの。あ、なんかここにヘゴ機関銃じゃないあるけど、ね、違うの。どうしてもこれは輸送用って感じがしました。一瞬ちょっと、おー、いいですな。おー、うまいね、この人。何にもしてないけどさ。
頑張れ頑張れ。いいですね。今、あ、でも使ってるね、すごい。 D 取ればもう、やるか。撃たれてるよ。敵のヘリ来てます。おや、敵のヘリ、敵のヘリ。おー、臨場感すごいな、この人。すごいね、この人。あー、ここに敵いたから、こういうのは俺が撃てばよかった。撃てってことか。やっぱ撃たれてる。おお、ヘリコプター。分隊みんなここにいるんだ。またこれヘリ乗ってもなって。じゃあ分隊についてた。泥箱来了，快拿好！哎，嘿，你泥箱来了，快拿去！嗨，嘿，你的泥箱来了，拿好！给取って。哎，泥箱来了，快拿去！这个，这个给取って。ついてくぞ、この人ってやつ、俺わからないからな。どこへ行くの？絶対みんな向こう。まあ、対戦車とかの武器を持ってた。あ、いるいる。发现了敌兵。操你丫全家！We got a hostile UAV above us。ちょっと D と E を取りに来たんです。おお、大丈夫か隊長。装備変えていくか、サポート系とか行ってみるか。じゃあエンジニア系、サポート系、エンジニア系行ってみるか。エンジニア系のさ、武器ってさ、これなんだろう。アンティタンクミサー、これだな。レペアと行くか。タンクを破壊したいから、アンチタイプタンク、よし、これを打ち込めばいいんだな。のにータンクって、でもちょっとタンクがそんなにないんだけど、向こうになんかいるぞ。ただ俺はタンクを撃ちたいんだよ。向こうにしたらタンクいたよね。あれ、いなかった。あ、もう移動してる。
たいたいた。かわされた。でも破壊したし。行くぜ行くぜ。何これ。何に爆発した。あ、爆弾が仕掛けてあった。勝手にさ、誰かがせっかく仕掛けてくれた爆弾俺破壊して。これタンクとかで使うやつ、誰かが仕掛けてくれてたのか。俺が勝手に爆破してまずいな、これ私。あれとかってそれって、いや味方が占領してる。下にタンクいるね。当たってんの？あおー、バレてる。1バレてるよ。ああ。おー。怒られた。いや、この分隊ちょっと微妙だな。俺他の分隊入ろう。リーブしてアルファ、アルファとかやんかすごい良さそうな気がする。あ、でもおお、ここの人すごい、ね、ネフィウっていう人、この人についてこう。じゃあ俺よし、そしたらネフィウさんはどこだ。ネフィウさん、これだ。ネフィウさん、はい、取って。ネフィウさん、ネフィウ、ネフィウさんを蘇生させてあげないと。うわー、ネフィウさん、他の人はどんな感じだ。ロープさん、ネフィウ1位だ。で、ロープが2位か。ロープさんどこに、あ、ここにいるの。ロープさん、ロープさん、よし、はい、你的衣箱来了、拿好。上手についてる、上手人についてる、意味がないかな。下手な人についてるって、俺もマイシャの動きをよく見る。プロたち、あネフィーさん、どんなとこで戦ってんだ一体。ロープさん、ネフィーさんちょっとヤバすぎて俺にはついていけないから、ロープさんについて、ロープさんの模索的能力を俺は頼る。俺はほとんど周り見てないからな。背中あれ、この人の後ろは俺が見とく。背中をちょっと見とく。全然敵見てねえじゃん。この人は絶対作戦能力高いよ、俺がこうやって周り見る。よし、倒したぞ、ロープさん。ロープさん、はい。你的衣箱。嘿，你的衣箱来了，拿好。行ぜ、ロープさん、共に行こう。ただもう終わるね。終わった。すごい圧勝だ。さっきからなんか俺がいるチームすごい強いよね、絶対圧勝だもん、ほとんど全部みんな同じ人が残ってるって感じかな、強い人たち。まあ、勝てば俺相当ポイントもらえるから俺としてはありがたい。なんかアンロックした、おお、ロ
ロープス、あ、でも俺も15位だからそんな悪くない。やっぱりさ、ちゃんとこうキル数とかよりも分隊の中に入って動いた方がいいんだな。分かった分かった、いろいろ分かった。そうで、俺ボイスチャットさ、オフにしてたっけ、オンにしてたっけ。あと1回くらいやって終わりかな今日。ボイスチャット入れてた俺、入れてない、もしかして。もしかしたらボイスチャットオンにしたら話してくれんのかな、次こうして的なことを。ロッカーか、よりによってロッカーか。俺の苦手なロッカーだ。オプションでオーディオ、あ、ボイスチャット一応オンだね。 Choose to listen and speak to your squad オン。ヘッドホン、うん、まあいいかな。さっきと同じチームなのかこれは。お、ロープさんいる。じゃあロープさんについていくか。すごいね、ここやっぱり取ってった方がいいんじゃない、ちゃんと。 We've taken objective echo.ロープさんについてくぞ。基本的に。始まってる始まってる。早速始まってらっしゃる。ロープさんどこ行った、ロープさん。ロープさんの姿がない。いた、ロープさん。下にいたの。ロープさん。何何。ロープさん回復して。自分が回復できる人。やばいぜロープさん。よし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 、キルアシスト。いっぱい来てる。ロープさん、ロープさん、ロープさん頑張って。ロープさんここに完全に閉じ込められてるんだけど、ロープさん、まずまず敵を倒してからじゃないと俺ロープさんのこと。ロープさん、ロープさん頼りすぎだろ、自力でなんとかしろよってな。ロープさん、無理ー、多すぎ、固まっすぎだろ敵。いや何人いんだ、10人くらいいんじゃないか。みんなどこに出てる。
ロープさんがどこに出るかだよ。ロープさんここだ。大丈夫ロープさん。ロープさん、ロープさん今今回どんな感じ。おー、でもそれでもロープさん3位だ。やっぱロープさん、デビルさんあたりがすごいんだ。デビルさんもいいな。じゃあデビルさん何してんだここで。デビルさん、ロープさん、やばありがとう。倒した敵がカメラが映ったらもうすでに死んでるっていう。本当にどこでいるロープさん。デビルさんもいいな。デビルさん一回ついてってみるか。え、デビルさん、デビルさん早かったな。デビルさん、デビルさんでもすごいんでしょ。ほらデビルさん、あ、でもロープさん1位だ。やっぱロープさんだな、これは。隊長だな、やっぱロープさん。どこ行ったロープさん。あれ？いた。で、ロープさん。1位の人にやっぱついてくるんだろ、ここは。スコアボード。ロープさん、助けるぜロープさん。ファイト助けてくれた。ロープさんはな、助けたな、なんつったって1位だもん。ロープさん消えたぞ。ロープさん、まさかロープさん、いやもう突っ込んでるのか。さすがロープさんだ。受け取れみんな俺の回復アイテムを。いいまともにこっち側に突っ込んだらさ、みんなどうするこれ。ここはハチャメチャだな、バトルフィールド。ロープさんとはぐれてしまったしな。
大丈夫この人。今行きます。何かの人の動き、上からいっぱい来てんのか。あ、どんどん湧いてる。スクワードだこれ絶対。上からとかじゃない、スクワードだ。A、なんで A を取りにまず C でしょって思うんだけど、なぜにみんな A を。ロープさんどこにいる。ロープさん、ロープさん突っ込みすぎじゃね。ロープさんには何か思惑があるんだろう。ロープさん突っ込みすぎだろ。ロープさん俺の手には負えないぞ。突っ込まれたら敵しかいないもんだってまずなんでそこに行こうと思った。ロープさんでも20キルもしてんだこの人。ロープさんについてしかないな俺。なんでなんで。ありがたい。ロープさん、はい、ロープさん、死を恐れてない。クラックなよ。見えない。タイがみんなここに集まってる。どっち行ってる。ロープさんあそこで死んだ。俺が生き残ってればロープさんここでリスポンできるから。ありがとう。すーげーことになってきたぞこれ俺は一体何をすればいいんだ。次から次へと人が囲いても決まっていくからやばもうやばいな。ロープさんがどこ行った。ロープさん、ロープさん向こうに行ってんのか。アタックポイントが B に変わったのか。ロープさんいつの間にか、あ、 B 取られてんのか。だからか。ロープさん向こうに移動してんだよ。 C か。この人もう2回目やられてんだ。ロープさんは？あーやばいね。だからロープさんが A 行こうって言うからさ、その間に E とか D 取られてるんだよ。ロープさん、ロープさん。よしよし。え、ロープさん。ロープさんやっぱこっちから行く。大丈夫。ロープさんそんな突っ込んで。ロープさん全然周り見てなくて、この人。リロードさせて。ロープさん突っ込みすぎだろって。ロープさんこれいいのか、ないか。 E 取って、
ロブさん向こうへ向かった。もう次へ向かった。そんな早い動きしてたさ、周りの状況みんなすごすぎでしょ。 D? いや D とか言ってあの人全然違うもん言ってる。ホープさん自由すぎるだろ。おお、やった。まだスクワードが揃ってきたぞ。ここから下に行くのがロープさんは。おお、勝った。すげえ、さっきから俺がいるチーム全勝、3勝3連勝。相当強い人たちが集まってんだな、こっちのチーム。めちゃくちゃ強いでしょ、みんな。俺ほとんど活躍しないのに。でも俺もちょっとくらいは活躍できるようになってきたかな。おお、やったよーし。やっぱこういうことだよ、バトルフィールドっていうのはね。個々の活躍よりもチームとしての。ほら16位、俺だけだよ、こんなキル数77とかで20位以内入ってんの。それ以外みんなもう最低でも10以上はいってるからな、キル数。ほら、俺だけだよ、キル数7でここにいんの。やっぱりこういうことなんだって。そうだよ。すげえ、ロープさん、27キル。この人が一番すごいね、45キル。この人についてシナリさんとかさ、X なんとかさん。この人たちのスクワードに入れれば、ね、相当俺も上手くなるんじゃないかな。動きを勉強させてもらえるというか。